たち一生懸命花壇やってくれてるから、うん、ご夫婦やりだして4回目かな、うん、本当は5年目なんだけど、うん、震災が1回入ったんで、うん、その時はちょっと休んで、あ、そうだね、そうそうそう諦めて、うん、だから4回目ってことになってるんですけど、うん、でもこういろんな世代の人が一緒に集まれたのがいいでしょ、なんか ね、おばあちゃんもみんなね、そうそう、それでは今日これからほのぼの祭りを始めます。本日は先ほど在宅の方になりましたが、2作前から、午前中雨という予想を大変心配しておりましたが、上野に戻るんだって。